毎日英文法2021年3月15日田中健一です本日の文はこちらさあでは一読して意味を考えてみましょう5秒前43210これねこんな質問がまずよくきます。 先生この「ヒムトーク」ってなんか変じゃないですか?「ヒズトーク」じゃないですかっていう質問を受けるんですけどこれこの英語で合ってますじゃあこの「ヒムトーク」ってなんでこんな単語が並んでんでんでしょう?「ヒムトーク」って並んでるんでしょうかはいそのわけはこうですねドンヒア・ヒム・トーク」ここがいわゆる知覚同士と呼ばれるやつです ヒアー・ Here, o, 動詞の原型でオーが V するのを聞く。なので先ほどの質問だとヒズ・トークのトークを名詞だと思ってるんですよね。この英語ここに書かれてる英語はそうではなくてヒムはヒの目的格でトークは動詞の原型だったわけですね。さあではこのトゥー不定詞、トゥー・ヒアー・ヒム・トークの部分は 名詞的用法形容詞的用法副詞的用法のどれでしょうかこれはね後ろにカンマがあることもあるし、ね、文頭だと文頭でトゥー・ヒア・ヒム・トークってきてカンマで後ろに SV ってきてるからあ副詞的用法じゃないですかとここまではおそらく多くの人がわかると思いますではここでの副詞的用法の意味は何でしょう 目的でではなさそうですよね彼が話すのを聞くためにあなたは何ちゃらかんちゃらでは話が見えてこない。で実はここは少々マニアックな意味です。どん。この部分これは福祉的用法の条件というものがあります何々す何ればという文です。 ただこの条件のやつは大抵この手の例文このパターンの例文で出てきます。ね、彼が話すのを聞けばあなたはなんちゃらかんちゃらうどん,んでこれうどなのなんでウィルじゃないの何でうどなのなんで過去形なのねここは大丈夫かなこういうことです。助動詞の過去形を見たら家庭法なんじゃないかなと思ってほしいわけです。 で前に条件があってこれ「if 節」の代わりだったわけですよ。彼が話すのを聞けば「if」イフみたいな役割をしててで「あなたは何々するだろう」。じゃあ後ろ「take him for a philosopher」。はいここじゃあどんな意味でしょうか。はいこここんな熟語があります。「take a for b」で「a を b だと思う」とか「思い込む」っていうのがあります。ちょっと馴染みがない熟語かもしれませんけど 参考までにこの文見てください。UN stands for United Nations。UN は United Nations を表しますよ。United Nations の略ですよっていうこんな熟語ありますよね。Stand for 何々この4とセットで覚えておくといいでしょうね。この4ってのはもともとは交換の4から来てるんでしょうけどまあ、イコールみたいな、2針イコールみたいな意味で使ってますね。Take A for B これは A. イコール、または A. ニアリーイコール B. ね、スタンドフォームもそうです。U. N. イコール U. N. ニアリーイコールユナイテッドネーションズですよ。とこんな文になってます。はい、では、訳を出しておきます。彼が話すのを聞けば、あなたは彼を哲学者だと思うだろう。 まあこの「U」は一般論だととって訳さないっていうのもありですし目の前のあなただとしても日本語ではあんまりあなたっていちいち言わないのでカッコをつけておきました。はい、でこのあと皆さんにやっといてほしいのは副「副文」です。「副文」。いいですかこの英文をまずは和訳をしてみる。でその和訳が合ってるかどうかをチェックしてからその後で英作文をしてみる。英語に書き直してみる。 この作業で定着を高めておいてください。完璧に英語が書けるようになれば正しい英語に戻すことができればそこで合格です。はい、ということで。 本日毎日英語の第1回をお送りいたしました、えー、チャンネル登録をしていただければと思います、えー、みんな喜びます私も喜びますしうちの猫たちも喜びますのでそしてここに書いてある、えー、左側のクマんとね右側のペンギンなのかなこの子はペンギンさんも喜びますので、えー、チャンネル登録をぜひともよろしくお願いいたしますではまたいつか会いましょう毎日って書いておいて毎日じゃないかもね